バリプロ。はい、皆さんこんにちは。東尾美志の野瀬です。今回はカルプロ、4回目になりました。いつもね、東尾美志の歴史とか文化を体当たりでご紹介してるんですが、今回は豪州音頭スペシャルっていうことで、東尾美志発祥の豪州音頭、豪州音頭の歌とか踊りとかそういったものを実際に体験してみようと思います。ではスタート。はい、では豪州音頭のことについて、三代目新中屋文庫さんの方にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず、豪州音頭なんですけど、はい、東近江市発祥ということでなんですけれども、はい、その歴史について教えていただけますか。はい、一番最初は1829年で、まあ、今から190年余り前にね、妖怪地に一番ありまして、西沢虎木という人が歌が上手で、また声も良かったというので、うん、その人の板前さんでしたので、それが、歌虎と言われてましてね、大変有名な人。そこへ山伏の桜川ひな壇の人が来はって、それで、歌大門というのをね、教えた。その西沢虎吉さんがね、それが豪州音頭の一番最初の始まりです。はい、西沢虎吉さんはその桜川ひな壇さんの桜川をもらいまして、桜川大病という名前つけまして、それから、弟子もできまして、その弟子のうちの一人である奥村九左衛門の人、うん、その人と二人で一緒になって、最初は歌大門にて、それから西門音頭で、妖怪地西門音頭、それから今の豪州音頭になっていきましてね。で、奥村九左衛門の人は真鍮や工具に言いましてね、それで今たくさん音頭取りいてますが、それぞれのルーツを探っていきますと、真鍮やか桜どっちかに皆さん登っていくんですね。はい、それが一番根元になってますね。はい、じゃあ今から190年ぐらい前、そうですね、続けてある、はい、江戸時代の末期ですね。はい、じゃあ大変長い歴史があると思うんですけれども、そうです。はい、今はじゃあ、どういったところで豪州音頭されてるんですか。はい、今はね、地域のふれあいサロンとかね、それから、地区の盆踊り、それから老人ホームとかデイサービスとかね、ボランティアで、そんなんは歌ったりしてます。幅広くいろんなお子様からお年寄りまで。そうですね。はい、で、まあ、今ね、ちょっとコロナがありましたので、うん、パワーポイントというのを使いまして、はい、室内ではその写真と豪州音頭の文句をそのパソコンに入れまして、うん、これ貼り付けてスクリーンで、みんなに見てもらいながら歌ってます。それが非常に今好評です。じゃあいろんな形の豪州音頭があるんですね。はい、そうです、そうですね。はい、そうやっていろんな方に楽しんでる豪州音頭なんですけど、はい、豪州音頭の魅力について最後お伺いしていいですか。はい、魅力というのはね、やっぱり櫓の上で、何百人いう人の踊り子を見ながらその豪州音頭を歌うという、うん、その何とも言え自分にがどういうんかね、興奮しますね。はい、うん、ほんでまあ豪州音頭も下火になってきたので、何とか盛り返そうと思って、まあ、今一生懸命になってるところですね。僕も小さい頃豪州音頭踊らせてもらったことがあって、やっぱり節はなんか心の中にずっと残っているというか。あ、なるね。でもやっぱりちょっと最近ね、その地元のお祭りとかでできる経験っていうのをちょっとずつ少なくなってきてるかなっていうところがあって、それを盛り返そう思ってね、なんとか豪州音頭会館を元にして、そこから、まあ、動いてやりしてますね。はい、そういうふうな、豪州音頭、実際に私も体験してみようと思うので、これから歌と踊りと教えてもらおうと思います。こんにちは。こんにちは。野さん、よう来ていただきましてありがとう。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。はいはい、今お渡ししてるんですけど、はい、その豪州音頭っていう手本の本があってね、はい、今日はね、その中1ページめくっていただくと、はい、そうすると統一豪州音頭
統一合祀運動、花札ガルタ、月暦っていうのがあってね、はい、いろいろな物語とかね、あのいろんなものが合祀運動であるんですけども、今日は花札ガルタ月暦というのをちょっと一コマ言って、それで覚えていただきたいと思います、はい、で、ここに、まあ、書いてますけども、あの黒で書いてるのが右大文句ですね、文句ですね、それからその間にこれは茶色で書いてるのがお囃子、文句があってお囃子があって文句があってお囃子、その一つずつ最初の頃は人は肌身にやってるんですね、うん、それからあと、まあこれは1番から3番で4番から初めてずっと歌っているというふうになります、はい、でね、非常に長いんですこれはね、長いんで、あのその長いのはな10分くらいでは終わりませんので、一番最初誰でも歌えるような、節がありますので、それをちょっと一緒にお稽古してみましょう、はい、よろしくお願いします、ね、はい、いやこりゃどこいしょそりゃしっかりせえいみなえさまたのみますたしょ、いやこれからはよやせのかけごえをそりゃよいとよやまかどさのせい、ああさてはこの場の皆さんへあどっこい、こういう直しでね、それでね、言うてたようにお囃子というのはご本人じゃなくて、うん、踊り子さんが 声をかける、これをね、はい、そりゃ言うても焼きたしょとか、うん、踊り子さんが踊ってる最中に声をかけるというのを書く、お囃子ね、ここに緑でこう打ってあるでしょ、はい、これはね二拍子でね、あの踊り子さんが歌う、あの踊るんですよ、はい、で、その歌い手の音の取りの人も二拍子でそのリズムに崩れないように歌わなきゃねえということになってんで、その用紙に歌うと、それと踊り子さんと音の取りが一致してリズムが弾むというようなことになってるんですね、はい、いやこりゃどこいしょ、はい、いやこりゃどこいしょ、あそれいいな、えいみなさまたのみます、いきましょう、えいみなさまたのみます、上出来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 、いやこれからはよおやせのかけごえを、これ難しいね、これ一番難しいな、さてはこの場の皆さんへ、そうそうそう、山かどこいさのせい、あさてはこの場の皆さんへ、あよかったここは難しいな、そうです、いやこれからはな、ね、普通ね、だいたいこれぐらいで、ね、3年ぐらいかかるんですよ3年ぐらい、本当やで、ね、ね、今歌ってる人でもやっぱりもう一度かなっていう人いるけど、はい、それをね10分足らずでね、やってもらうっていうのは難しい話なんだけど、でも漢字をつけとってくださいね、どんどんどん、いやこれはどこいしょ、そりゃしっかりせい、みなさまたのみます、いや聞いたでしょ、いやこれからはよいやせのかけ声を、そりゃよいとよ山かどこいさのせい、あさてはこの場の皆さんへ、よしよかったつまみ答えたよ俺今飲み込みは早いなありがとうございます、おじさんなんか小さい頃になる時には合祀運動ってどこでもあったわけでね、それで前は映画もないし、うん、ね、あ映画もないしそういうテレビもないし、だから夏になると、あまあもう7月から8月9月ぐらいまで約2ヶ月頃はどこでも盆踊りというのがあって、うん、その盆踊りいついかにあるよって言えばもううずうずしながらねそこに行ってね聞いて
もう歌うのは難しいんで踊ってたんですよ。だからもう好きだったんだな。我々ね、やっぱり合唱の旧愛好会できたんで、やっぱり皆さんに合唱を広めてもらいたいと思ってるんですよ、ね、そんなことでまた機会があったらぜひ参加してみてください。ありがとうございます。で実際この動画を見てくれた人ももし、ね、ね、興味持ってくれはったら、うん、こうやって教えてもらって、はいはい、できると思います、はい、ありがとう、喜んで待ってます、はい、どうもありがとうね。ありがとうございます、はい、どうもご苦労さんでした。ありがとうございます。はい、踊りの指導をします。まずあの足だけね、さっき足がうまくいったら踊りの輪に入りますので、はい、はい、揃えてから、それから右左、右足をちょんして左足バックしまして、左足から1、2、3、ね、はい、ここ戻って、はいはい、右左で右足チョンしてバック揃えて、左足から1、2、3、こういう感じで、はい、足だけはこうです。で手が右手右足同時に、今のちょっと右、うん、そう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 、で左、ほんで手を後ろにやってチョンして、ほんで揃えて左から1、2、3、はい、とにかく足のねついてたら踊りの輪の中入れますので、あとは手は右足左足と一緒に手と同じ方向、はい、あと歩くのと逆やけどね、はい、まあそんな場合に踊ります。はいはい、それでは合衆音頭総踊りスタートです。よっ、やこりゃどこいしょ、そりゃせかるぜ、みなえさまたのみます、あ、きたしょ、いやこれからはよ、いやせんげのこれがけんおえよ、そりゃこれだけたこはありますけれど、この日本名をほむりて伺い上げます談の日は、一番なちいざんらん、二番は木の国君でらい、三番東国国家はでらい、かなる悪魔が来ようとも、あいくまが降り出す、ほらの伺い、あとは夢の子のシェイクだ、最後に望んで皆様のご健康とまご幸福をお祈りもして千秋楽中めでたかりてるぞ、ちょいと次第になり、そりゃやっとこせよいやな、あれはいつ、あ、これはいつ、そりゃよおいいとせ。今回の動画は、合衆音頭の歌と踊り体験させてもらいました、歌も踊りもなんですけど、まあ、シンプルな、ように見えるんですけど、実際にやらせてもらうとすごく奥が深くて、で、
歌はとてもやっぱりすぐに身につくものではない、修行を重ねてようやく歌えるものやっていうのが身に染みて感じました。で、踊りの方も、動き自体は、簡単そうに見えるんですけど、やっぱり、音の感覚の取り方とかすごく難しくて、でも、実際に競争踊りの中で小さいお子さんもお年寄りの方も一緒に踊れてて、最初は難しいんですけど何週間回るとすごく体に溶け込んでくるような感じもしたので、そんなに敷居は高くないというところもあるので、ぜひこの動画を見て興味持ったなって思ってくれた方は、実際に体験をしてもらえたらと思います。で、体験したいなって思ってくださったら、東近江市合衆音頭普及愛好会さんの、東近江市合衆音頭会館の方の門を叩いてもらったら体験できると思うので、ぜひ一度行ってみてください。では、今回の動画はここまでなんですが、面白かったっていう人は高評価を、ここがわからんかったとか、こういうことを知りたいなっていうことがあったら、ぜひ下のコメント欄に何か書いてもらえたらなと思います。では、今回は野津さんでした。バイバイ。